ファーティマは、イスラームの快祖、ムハンマドの娘で、第四大政党カリフアリーの妻。ムハンマドの血を引く娘であること、シンヤハイマームの祖となったことなどから、シンヤハで大変に尊敬されている。また、ムハンマドの調愛を受けたことから、イスラーム圏における理想の女性の象徴と、みなされている。ファチマはイスラム教で最も有名な女性の名前の一つです。しかし、 ムハンマドの死後間もなく、ファチマの突然の死をめぐって論争が勃発しました。スンニハイスラム教徒は、ファチマが父親を失ったことに対する悲しみで、亡くなったと主張している。シーアハイスラム教徒によると、中絶都市は彼の家への攻撃で追った負傷に直接関係しており、新しいカリフのアブバクルはウマルに彼の権威を強化するよう命じた。ファティマとアリーは、 アブバクルの仮不正を受け入れませんでした。彼らは彼が後継者としてモハメドアリを選んだと主張した。シーア派の情報筋によると、アブーバクルはガディール噴霧の出来事にありに忠誠を誓った。スンニ派とシーア派は、ファチマの最後の要求は、アブバクルが彼女の葬式に出席しないことであった、ことに同意します。 彼は暗闇に埋葬されており、彼の正確な埋葬場所はまだ不明です。スンナ派の伝承によれば606年、シーア派の伝承によれば614年に、預言者ムハンマドと、その最初の妻、ハディージャの娘として、メッカで生まれた。ムハンマドがメッカからメディナに移住した後、ウマルとアブバクルと他の何人かは、ファチマと結婚したかったが、ムハンマドは彼らのプロポーズを拒否し、 神の命令を待っていると言った。しばらくして、ムハンマドはアリに、神が娘をアリと結婚するように命じたと語った。アリは貧困のためにプロポーズを、あえてしませんでした。そしてアリのために物事を容易にしたのはムハンマドでした。ムハンマドはアリに、ファチマの持参金のために、十分な資金を調達するために、彼の鎧を受容に言いました。ムハンマドの助言によれば、 金額の3分の1から3分の2は香水に費やされ、残りは家庭の必需品に費やされました。それから、ムハンマドはファチマに彼がありにした約束を知らせました。イブンサットによれば、ファチマは何も言わず、ムハンマドはこれを満足の印とみなした。ホセインナスルは、ありのファチマとの結婚は、すべてのイスラム教徒にとって特別な精神的重要性を持っていると言います。 それは、ムハンマドの親戚の最も重要な、神聖な人物の間の結婚とみなされているからです。ほぼ毎日娘を訪ねてきたムハンマドは、この結婚でありに近づき、かつてあなたはこの世界トライセの私の兄弟であると、彼に話しました。ムハンマドの重邸アリーと結婚し、彼との間に三人の息子と二人の娘を設けた。このうち、長男ハサンイブンアリー。 次男夫妻二分アリーの二人の息子はそれぞれシーア派の第二代、第三代マームとなった。ファテメはムハンマドの死後わずか数ヶ月で亡くなりました。シーア派とスンニ派の情報筋によると彼は当時それぞれ18歳か29歳でした。スンニ派イスラム教徒は彼が父親の死に対する悲しみで亡くなったと言います。シーア派イスラム教徒は ファティマがウマルとアブバクルによるアリの家への攻撃で負傷した後数ヶ月後に死亡したと言います。シーア派は当時妊娠していたファチマがこの攻撃で重傷を負ったと信じています。これらの怪我は中絶と彼の差し迫った死の直接の原因でした。スンニ派とシーア派はファチマの最後の要求がアブバクルとウマルが彼女の葬式に出席しないことであったことに同意します。アリは 彼の最後の願いを果たすために密かにファチマを埋めました。彼は彼の家族と数人の親戚を伴っていました。シーア派の情報筋はファティマの死とありと彼の幼い子供たちの大きな苦しみの後の悲劇的な出来事を明らかにしています。スンニ派とシーア派はファチマは私の一部です。彼女を怒らせる人は誰でも私を怒らせますと言います。 スンニ派とシーア派の両方が、ファチマが彼の島で、アブバクルとウマルに腹を立てていたことに同意します。シーア派は、クルアーンは、神の預言者を怒らせる人々に悪い見通しを提供すると指摘しています。多くの初期のイスラム教徒の人物とは異なり、ファチマの正確な埋葬場所は不明です。スンニ派の情報筋によると、彼女がムハンマド・ファティマを、 歴史上最も純粋な女性とみなしたことを考えると、これは非常に珍しいことです。スンニ派はバキアの墓地と彼女の家の二つの場所は、おそらくファチマの墓であると言います。秘密の埋葬の理由は、初期のイスラム支配者と預言者の家族との敵意でした。シーア派の情報筋によると、ファチマの秘密の埋葬を知った後、オマールはファチマの遺体を見つけて、 墓から取り出し、再び公の場に埋葬することにしました。最終的に彼を止めたのはオマールを殺すというアリの脅威でした。イスラームではファチマはキリスト教のイエスの母であるマリアと同様の立場にあります。彼女がムハンマドの後に住んでいた短い月の間にファティマはアリの最も著名な支持者であり、ムハンマドの後のアブバクルの後継者に反対した。 おそらく、神の使との言葉と行いは、ファチマの性格を知るための最良の方法を提供しました。ファチマを悲しませるものは、私と神を悲しませ、彼女を幸せにするものは、私と神を幸せにします。ムハンマドは、ファチマを自分の一部とみなし、彼女を歴史上最も純粋な女性とみなした。スピーチと行動において、 ファチマほどムハンマドに似ている人は誰もいなかった。ファチマが部屋に入る時はいつでも、ムハンマドは彼女のために起きて、彼の隣に彼女を座らせました。神のメッセンジャーは、ファティマは楽園を入力する最初のだろうと予告していました。イスラム教徒の観点から、ムハンマドのファチマへの並外れた愛と尊敬は、彼の父の愛を超えています。なぜなら、神の使徒は、 彼の望みに従って、決して話さなかったからです。実際、ファチマについてのムハンマドの言葉は、神の前での彼女の立場を反映しているにすぎません。同じように、彼は、ファチマをとても愛し、彼女にニックネームを持ってきました。預言者ムハンマドと娘たち、ムハンマドのすぐ隣に座っている赤い服を着たベールの人物がファーティマ。スンナハトシアハトでは、 彼女の生涯や人物像に関する伝承に違いが見られる。例えばスンナ派の歴史的な伝承によれば、ファーティマはハディージャとムハンマドの末娘として生まれ、若くして病死したとされている。一方シーア派の伝承においては、彼女はムハンマドの唯一の娘であり、末娘という位置づけは、夫、アリーの正当性を貶めるためにスンナ派が広めたものである。 といった説明がなされてきた。また、ファーティマの生誕年についても、スンナハトシーアハでは、伝承に示されている年に違いが見られる。これらの伝承は共に最初は、交渉によって、それぞれの集団内部で伝えられ、100以上時代が下った後に文章化されたものであるため、どちらがより正確な事実を反映しているのかを判断するのは難しいとされる。 シーア派はアリーあるいはアリーとファーティマの子孫だけがイマームになれるとしたのでイマームを名乗るということは彼女の子孫であると名乗ることとほぼ同意である。また彼女が初代イマームの妻でまた第二代三代イマームの母親であるということが彼女のシーア派における立場を決定している。特筆すべき例として10世紀から11世紀にかけて エジプトを中心に起こったシーア派王朝ファーティマ朝の名が彼女の名に由来することが挙げられる。ファーティマ朝の子祖アルイコールマフディは、アリーとファーティマの子供のうち、フサインの系統に属し、その総尊、ジャーファル・サーディクの孫、ムハンマドイブン・イスマーイールの総尊内主元尊を名乗ってイスマーイール派を報じていた。ムハンマドは常々ハディージャは自分にとって最高の女性だったと述べていた。 そのこともあってかファーティマはムハンマドに可愛がられ、ハサンとフサインもムハンマドに可愛がられたとのことである。ムハンマドがファーティマ、アリー、ハサン、フサインを挙げて、彼らこそ自分の家族であると述べたという逸話が存在する。このようなゆえんにより、ファーティマの手と呼ばれるゴフの崇拝などが後世への影響として見られる外、今日でもイスラーム圏ではファーティマは 女性の名前として好まれており、様々な地域の交語アラビア語や、土着言語に取り入れられ、ファートマ、ファトゥマ、ファーテメなど様々な形に変化している。ファシマ、ブリルオンライン、エンサイクロペディアオブイスラーム、ザイヤーズ・オブ・ザ・プロフェット・ムハンマド、アンド・ザ・ルーツ・オブ・ザ・スニに、シーア・スキズム・バイ・バーナビー・ラ・ジャーシン。2021年9月6日閲覧。 2021年9月6日閲覧、ボリューム5、P139。P427、ボリューム3、P89。ISBN 978から9644303425。45ページ。ISBN 9646919340、185ページ。ベキア・バリュアリー、ローラ・オーリービーアビーターリーブ。 1>, 1、ライデン、E.J. ブリル、ISBN90 億408万1143、エンサイクロペディア・オブ・イスラーム。ベキア・バリュアリー、ローラ、ファティマ。2、ライデン、E.J. ブリル、ISBN90 億407万265、エンサイクロペディア・オブ・イスラーム。ナザー、セード・ホセイン・オーリー。リトリーブド8・オーガスト2017、エンサイクロペディア・ブリタニカ。 ボリューム 5P139。ボリューム 1P458。hawzah.net。2021年9月6日閲覧。アミン。ボリューム 4P103。ボリューム 5P139。スライエールアゾブ1から73。コーランドットコム。2021年9月6日閲覧。ボリューム 4P1904。 ボリューム 28P304 ボリューム12021ボリューム 4P203 ボリューム 3P167 ボリューム 8P64 ボリューム 4P1899 ありがとうございます。